皆さんこんにちは、シンリです。今回もね、中京競馬場ダート 1800m 戦で行われるチャンピオンズカップを予想していきたいかなと思います。でまず私の予想がこちらですね。マスターポケの仕様によってね、連下をね、3頭選ばなければいけないので、まあ、サンライズツアーとサンライズの場は、私の評価からは除外でお願いします。まあ、無難にね、4頭から選択してあります。で、まず、私、本命で押させていただいたのが、まあ、やっぱりね、皆さんも人気の通り、ルヴァンスレイブです。よいしょ。まあ、ルヴァンスレイブに関してはね、まあ、いろんな競馬場の経験がある馬なので、まあ、中京競馬場でも、まあ、問題はないのかなと私は思います。中京競馬場に関しては、まあ、一戦も走ってないんでね。そこがね、ちょっと皆様から、外される要素のある馬なのかなとは思うんですけども、まあ、ジャパンダートダービー、そして盛岡競馬場のね、マイルチャンピオンシップ南部杯、まあ、勝ってはいるんでね、まあ、そこはね、問題ないかなと私は思います。鞍上もね、ミルコデブル騎手なんでね、ここは、まあ、一着は来てくれるだろうと踏んではいるんですけども、まあ、一番ね、私がちょっと問題にしてるのはね、出遅れがある馬なんですよね。一番近い、出遅れだと6月になりますね。6月17日、ユニコーンステークス。でも、出遅れてもユニコーンステークスは勝ってはいるので、能力で十分カバーできるんではないかなとは私思っております。では次。1番のケイティブレイブですね。ケイティブレイブは私今度対抗で押させていただきました。ケイティブレイブに関しては、一周前おきりは、素晴らしい動きだったって形になってはいますね。で最終おきりが前回と同じく反応で、4波の 53.6 秒という結果で、まあ、2波の目の、ね、25秒1は優秀かなと思います。まあ、ケイティブレイブに関しては、JBC クラシックね、1着、今年今日は、京都競馬場で珍しく行われたんですけども、まあ、無難にね、いい着順を取っている馬なんですよ。ただ今年のフェブラリーステークスは11着っていう、ちょっとこれ大敗したんでね、まあこれを除いたとしても、まあまあね、帝王賞で2着も取ってはいるので、ここはね、硬いんじゃないかなと思います。まあ帝王賞この時、勝ったのがゴールドリーム、今回回避してるんですけども、まあそれを割り引いたら、まあ、このままね、十分勝利はあり得るんではないかな、という形で私は予想しております。では次、ノンコの弓。そう、ノンコの弓が一番私の問題だったんですよね。ノンコの弓に関してなんですけども、まあ、まず、中京でね、この、まず、中京のこの枠順はあまり良くない成績なんですよ。ただね、まあ、能力的にはね、問題ない馬とは、掲示板には乗る馬なんですよね。馬券に絡むかどうかなんですよ。で、その JBC クラシックもね、ちょっと出遅れてしまったってことなので、まあ、今回もね、どう転がるかっていうのがちょっと注目ではあるかなと思います。結構、消してもいいかなとは思ったんですけども、ただね、まあ、今回のメンバー順見ると、まあ、順当の結果で3着、2着は取ってくれるんではないかなと私は予想しました。まあ、あわよくば一着って形ですかね。展開が向けばということ、形になります。では次、私が予想した、もう一つ、連したオメガパフュームであります。本当にオメガパフュームね、ノンコの夢と入れ替えでもいいかなと思ったんですけども、まあ、ノンコの夢の方がね、能力指摘はいいかなと思ったのでね、今回はそのままにしときました。で、そして連したに、今回紹介した、オメガパフュームであります。オメガパフュームに関しては、まあ、一瞬前踏切がね、3波の目が12秒3、4波の目が12秒5って言ってね、持続力は強化されてるんですよ。まあ、最終追い切りさえ目つぶれば、今回はいい着順取ってくれるんではないかなと思います。JBC クラシックでもね、2着という結果でした。今回はしてるケイティブレイブともね、着差 0.1 秒なんで、まあ、このままね、展開負けは全然硬いんじゃないかなと思いますね。十分勝利もあり得るんではないかなとは思います。
それ全然そのシリウスステークスもね。まあ、ここで問題なのが、ここでね、ちょっとね、私、ちょっと、ブラックホースだと思うのが、ウェスターエンドなんですよ。ウェスターエンド、今回は、12番に入ってますね。ウェスターエンドに関しては、今回ちょっと、まあ、ブラックホースというかね、5着以内に来てくれるんではないかな、とは私は思っております。とはいえね、オメガパフュームもね、全然強い馬なので、ね、まあ、ケイティブレイブと着差 0.1 秒っていうことを考えみれば、まあ、十分ね、まあ、2、3着には入ってくれるんではないかなと思いまして、今回はレーン下に予想させていただきました。じゃあ、そしてね、じゃあ予想再現行ってみたいと思います。まあ、天候はね、明日の天候は晴れで、馬場状態良。まあ、ミドルややスロー、まあ、やや先行有利の内側有利、まあ、中京競馬場なんでね、こういう形でレース設定はさせていただいております。その他に皆さんに見せてない、こんな感じですね。アンジュテール、パブウェルって形でね。能力チェンジはこんな感じで設定させていただいております。で、これで予想いってみたいと思います。さあ、中京競馬場に拍手が沸きます。歴代ダート王に名を連ねるのは果たしてどの馬でやりましょうか。チャンピオンズカップ15頭スタートを切りました。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして何が行くのでやりましょうか。インカンテーションがかわしていきました。そして2番手に14番キラボプラターシュでやります。それからサンライズスター、そしてその後ろからセンチュリオン、内を通りまして1番アンジュデジール、そして外からは3番パベル、それからアスカノロマン、15頭第2コーナー左にカーブを取ります。4番アポロケンタッキー、11番オメガパフューム、ちょっと離されまして8番ケイティブレイブ、2番ルヴァンスレーブがこれを見るようにしていっています。ウェスタールンド、それからもう1頭7番サンライズロバ、三つ葉がその後ろ、しんがりからドンコの夢前でありますが、前インカンテーションがわずかにリードしています。これと一緒にキラボクラカーシュ、この辺りちょっと離れている1番アンジュデジール、そしてその外にサンライズサー、そのうちパベル、外を通りましてセンチュリオン、中京のスタンドが揺れています。ルヴァンスレーブ直線の伸び足はどうか。先頭三浦とインカンテーション、頑張るインカンテーション、内から一頭キラボクラターシュ、怖い馬が来た。2番ルヴァンスレーブだ、インカンテーション、先頭サンライズサーがかわした。ルヴァンスレーブが襲いかかる。さあ人気どころの争いになった。ルヴァンスレーブ1着、1番人気に見事応えました。勢いがありますね。1着、2番、2着、8番、3着、5番以上のように確定しました。はい、以上でね、チャンピオンズカップの予想を終了していきたいと思います。まあ、この動画を参考にね、明日チャンピオンズカップの予想を皆様立てていただけたらなと思います。この動画がね、面白いかなと思ったらね、高評価やそしてチャンネル登録お願いします。今回もご視聴ありがとうございました。この動画がね、面白いなと思ったら高評価やコメントをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録していただけると今後の動画制作の励みになりますので、とても嬉しいです。また他にもいろいろな動画を上げているので、ぜひご視聴ください。